はい、こんにちは。今日はアップルマンゴーですね。アップルマンゴーをちょっとお送りしようかなと思ってるんですけども、以前ちょっと購入したアップルマンゴー、ポリポットに入ったままなんですね。そちらの方を、素焼きの鉢の方に入れ込んでみようかなと思っております。よろしかったらご覧ください。どうぞ。アップルマンゴーですね。アップルマンゴーなんですけど、皆さんもね、マンゴージュースとかね、好きじゃありません、ね、自分もね、ぜひ自宅でこう鉢でね、栽培したね、マンゴーをね、実らしてね、ちょっと食べてみたいなと思ってね、いろいろね、試行錯誤してますけれどもね、とりあえずね、今日はこちらの生産者さんに聞いた土のブレンドね、土の配合で、生け替えていこうと思ってるんですけれども、これちょっと変わってるんですね。あ、こんな感じでいいのって感じなんですけれども、まず、以前もお聞きしたんですけど、これピートモスね。ピートモスって弱酸性じゃないですか。この調整してないやつ、無調整のやつ、ピートモスで、これピートモス使う時っていうのはね、結構水弾くので、事前に本当は濡らしとくといいですね。そうすることによって、浸透しやすい。それと、こちら。パワーライト。ね。パワーライト。パワーライトってね、こう英語みたいに喋ってるけどね。これはなんだ、発泡シロみたいなね、こう結構軽いやつ、カサカサしてるようなやつですね。これパワーライト。それと、こちらですね。こちらバーミキュライトね、バーミキュライトですよ。バーミキュライト、これをね、1対1対1でいいってことです。このね、生産者さんはこれ1対1対1でいいですよってことで、それでね、ちょっといけていくんですけども、アマンゴーって結構ね、なんかシビアな植物なのかな、あんまりこうね、こうガサガサやるとよろしくないのかなと思うんですけれども、あ、一つ注意点、アップルマンゴーを栽培するにあたって肥料なんですけど、化成肥料使わないでくださいね。化成肥料はアップルマンゴー弱いってことです。ですから、有機肥料で、今回はね、ちょっともう残り少なくなってきますけれども、コップ入りの油かす、こちらの方を、与えておこうと思います。それで、とりあえず、まずですよ。これ、いけ込んでいっちゃいますけれども、先に、ピートモス、少しね、湿らせておかないとダメですよね。ピートモスを少し湿らせておこうかな、と思っておりますが、まず、多分ね、10杯ぐらいでいけるのかな、こんな気がするんで、まずピートモスをね、カップに10杯こう入れちゃいますね。これね、レモンのサンド調整にもね、使えますからね。これで10杯。これに先に、お水を加えて、これね、今この中に入れたんですけど、あれこれ落ちちゃうわ。ね、あまりよろしくないですね。こちらの中に、先にお水を少し加えてね、湿らしておきます。湿らしておいて、水はじきをね、ちょっと緩和しなくちゃダメですからね。お水少しこれをね、湿らせておいて、結構ね、ふわふわだしますね、これお水はじくので、よいしょ、もう少しですね。ちょうどあれですよ、なんだ、ホットケーキのね、粉の中にお水を入れてね、こうコネコネしてるような、そんな感じ。ね、こうやってよく事前にお水を湿らせておいてもらっておけば、
いいですね。よし、うん、随分染みましたね、うん、こんな感じで今ねこんな感じなんですけど、こうギュッとこう絞るとね水が垂れるぐらい、これくらいね、ちょっと一回湿らせておいてください。これでね今ですね、ピートモスを、湿らせて、とりあえずこの中に、10杯分カップで10杯分ねピートモス入れましたから、1対1対1の配合でいきますので、次これねこれバーミクライト自分で笑ってね、自分でツッコミ入れてなんてね、バーミキュライトね、バーミキュライトをやはりこれ10杯、ちょっと待ってね、バーミキュライトをカップに10杯入れますね。これ1、はい、3、これで10杯ですね。これで10杯。バーミクライトを10杯。それでその後に、これ、ね、パーライト。パーライトをやはり同じ、10杯入れて、これで1対1対1の、分量になりますから、これで、パーライト同じ10杯。パーライト。パーライトね。パーライト10杯。1。もう一杯、はい、これで10杯です。これでとりあえず、植え込み用のね土の配合ですね、これをよくブレンドしていただいて、ちょっとこれ混ぜるの大変だな、よーく混ぜ込んでいただいて、やっぱりあのピートモスをやはり先に湿らせてしまうからね、ちょっと混ぜづらいんですけど、この方がねあのしっかり水回りが良くなりますから、ぜひやってくださいね。ちょっとこうやってカップをねグリグリしながらちょっとこう回すようにしてやれば結構、混ざりやすいのでね、これで少し底の方にね、少し入れていきますね。少しだけ敷き込んでおいて、はい。それでですね、このポットのやつね、ポットのやつちょっと深さちょっと測ってみますか。よいしょ。うん、いいかもしれないですね。ちょうどこれでポンと入れればいいかもしれない。そうと入れましょう。そうと抜いて、そうと入れましょう。それでこの周りに入れていきますけれども、ちょっと多かったかな、これ作るのが多かったかもしれないね。よく充填していただいて、あのアップルマンゴーは根鉢は崩さないようにした方がいいですね。根鉢は崩さない、そのままそーっといけ込んだ方が、とにかくアップルマンゴーはね3年ぐらいまでは木をどんどん大きくするようにした方がいいってことですね。
だから3年目まで、3年目までは実がつきそうでもつけない、実をあえてつけないようにした方がいいということです。ですからね、このアップルマンゴーは来年になっちゃうかな、実をつけていくっていうのが。ただ木自体はね、しっかり育てていきたいのでね、でしょ。これでね、とりあえず1対1対1で、ね、植え替えることっていうかね、植え込むことができましたね。これね、お水をさらに、与えといていただいて完了ですね。それでね、肥料の方はね、ちょっと混ぜてあげると、肥料焼けなんかするとなんか怖いなと思ったので、ちょっとね、上に少し、巻いて与えるような形にしますね。カレースプーンね、2杯ぐらいでいいと思います。少しだけね、巻いて与えといてあげればいいでしょう。2杯分ぐらいね、これで OK だと思います。はい、ね、今日はね、こんな形で、アップルマンゴーなんですけどもね、新芽がね、やはりうちの部屋ね、暖かくしてるんでね、こう出始めてきてますんでね、結構こう楽しめますね。で、まあね、今年もね、花多分咲くでしょうけれども、その花は、実をつけないようにして、もう一年頑張って育てようと思ってますので、こういった形でね、今回ね、アップルマンゴーをお送りしましたけれども、なかなかこう果実をね、こう実をつけるものを栽培してね、それをね、自分のところでね、大きく育てて、食べられるっていうのは結構楽しいものですよ。よろしかったらね、皆さんも、まあ、アップルマンゴー問わずね、果樹苗関係、レモンもそうですけれども、合わせて、ぜひ挑戦してみてください。それではまたお会いしましょう。はい、さよなら。